市民球場です。オリックスバファローズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の竹安、対するカープの先発は右の島内、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。カープピッチャーを変えてきました。島内降板、右の中田、今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第3球を投げました。打った、あれダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右のバッターボックスは5番大下。第4球を投げました。打ちました。小園ボールを取る、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番後藤、今日はファーストゴロと三振。投球は3球目、打った、ファールボール。第4球はボール。第5球投げました、打ちました、ライナー破った、ヒット、ライト前ヒットになった。後藤いいバッティングを見せました。バッターは7番佐藤、今日はピッチャーゴロと三振。打った、ショート後方のフライ。小園余裕があります、掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナー後藤残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして1対0です。カープ1点差に届かず敗れました。試合終了です。ご覧のようにこの試合はオリックスバファローズが勝ちました。勝利投手は竹安、セーブは。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。